高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマは秒で動けば危険。さあ、皆さんはこんなことで悩んでいないでしょうか。今の時代、スピード感めちゃくちゃ求められています。秒で動け、思い立ったらですねすぐ動く。今ビジネスは先行優位の時代、先手必勝。いかに早く動けたかどうかが成否を決めるんだ。これはある側面で事実だと思うんですね。チャンスの神様は前髪しかないんだ。こんな話聞いたことありませんか。チャンスの神様が前からやってくる。うわ、すごいチャンスが来たぞと思ってですね、どうしようと悩んでいると自分の目の前を通り過ぎていく。通り過ぎた後でその髪の毛を掴もうとしても、チャンスの神様は前髪しかないので後ろから掴もうとしても掴めないんだ。こんな例えですよね。つまりですね、チャンスというのはいつ来るか分かんない。来たタイミングでさっと掴む、前髪を掴む、チャンスの神様の前髪を掴むんだ。そういうスピード感、これが大事だというわけですよね。後悔先に立たず、思い立ったが吉日。即断即決即実行、出なければ死にますと。これが今の現代のビジネス社会ですよね。そんな中で秒で動けない人たくさんいますよね。私もそうです。つい迷ってしまう。本当にこれでいいんだろうか。慎重に吟味したくなる。これにも理由があると思うんですね。秒で動くことは大事ですけども、そこにリスクはないのか。ここの正しいリスクがない中で、ただ秒で動いていく。反射的にですね、 A が起こったら B、 C が来たら D、 そんな風に瞬発力だけでビジネスをしていていいんだろうか。こんな疑問が湧きますよね。どうすればリスクなく行動力を上げることができるんだろうか。このスピード自体の中で行動力の高さ、そのスピード感が大事というのは重々分かっている。ですけども動けない人はこのリスクとその重要性をどう捉えたらいいのか。スピード時代のスピード感の早め方、このことについて今日解説したいと思います。このチャンネルでは組織で悩む人を一人でも減らすことをテーマに毎日更新頑張っています。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。皆さんの組織でもこんなことがうまくいったとか、こんなこと悩んでるとか、そんなことがありましたらコメント欄に書いていただけますと大変ありがたいです。それでは行ってみましょう。さあ、まず最初にですね、なぜ即断即決即実行が求められるんでしょうかということなんですけども、物事の成果の上がるプロセス、現状に対してあるべき姿に向かっていく。今の現状から理想的な状態に向かっていったら、これは成果出ていきますから、成果が上がるというのは現状からあるべき姿に向かうことなんですけども、その現状とあるべき姿のギャップ、これを問題点というわけですが、いろんな問題が立ち上がります。もっと売上を上げなきゃいけない、もっとコストを下げなきゃいけない、もっと採用しないといけない、離職を下げないといけない、人を育成しないといけない、そういったですね、さまざまな問題があって、その問題があるがゆえにあるべき姿に向かえない。じゃあその問題点の中で優先順位高い項目は何か、これを課題というわけなんですけども、我が社の課題は何か、我がチームの課題は何か、そのセンターピンという言い方をするんですけども、課題というのはセンターピン。ボウリングで言えば10本のピンを1本ずつ倒すのでは効率が悪い。1つ倒せば全て倒れるようなピンは何か、そのセンターピンを見抜いて倒していく。そのセンターピンが分かるからこそ対策が立案できる。この対策について動機づけをして実行検証することによって成果が上がっていく。この考え方を問題構造学と言いまして、私のチャンネルでも何度もお伝えしているテーマではあるんですけども、即断即決即実行が求められるというのは、対策立案においてこのスピード感が求められるようになっているんですよね。新しいサービスをリリースする、営業活動をする、誰かと連絡を取る、これら一つ一つのアクションというのは全て成果に向かうためのアクション、対策なんですよね。この対策が遅いと競合が先を行ってしまう。社会がどんどん変化する中で、この対策が遅いことによって動機づけをして実行検証するスピードが遅くなってしまう。対策を追って動機づけをして実行検証する、このスピードをいかに速めるか、これが求められているわけなんですが、この秒で動くにはその大前提として課題が明確になっていないといけない。自分の課題が何か、自社の課題が何か、自社のセンターピンが何か、これが明確になっているならば対策をどんどん変えてアプローチしていくことは大事なんですけども、この課題とずれたことを秒で動いても成果って出ないですよね。実は秒で動けるというアドバイスは自分の課題が明確な場合のみ有効なアドバイスだということなんですよね。これを踏まえていないと大変危険なことになってしまいます。詳しく説明しましょう。戦略と戦術という考え方があるんですけども、戦略というのはどの方向で向かっていくのかっていうですね、取り組みの方向を決めるもの、自分たちのあるべき姿はどこなのか、向かう先はどこなのか、行き先を決める。戦術というのはその向かい方、カーナビで言えば目的地が戦略、こっちに行くぞ、
それに対してどのルートで行くのか、何を使っていくのか、電車で行くのか、徒歩で行くのか、飛行機で行くのかといったような、その具体的なやり方が戦術ですよね。さあ、いい戦略と悪い戦略があります。自分はどこの方向に向かっていくのか、ビジネスで言えば会社のマーケティング、自社は新商品を出した方がいいんだろうか、既存客にアプローチをした方がいいんだろうか、どういう方向でビジネスを大きくしていくのか、この戦略に対して戦術がある。具体的にそれをどうやるのか、この戦略と戦術で、良い戦略と悪い戦略、良い戦術と悪い戦術があった時にどの組み合わせで取り組むとうまくいくかっていう順番なんですけども、当然ですね、良い戦略で良い戦術なのが一番いいに決まってますよね。2番目はどこだと思いますか？良い戦略で悪い戦術の場合と、悪い戦略で良い戦術の場合ではどっちがいいと思いますか？これはですね、良い戦略で悪い戦術の方がまだマシだということなんですね。じゃあ3番目はどこかというと、当然ですね、戦略が悪くて戦術がいい、ここは3番目だと思いがちなんですが、そうではないんですね。戦略も戦術も悪い方が3で、戦略が悪いのに戦術が素晴らしいという場合が一番打撃がでかい、一番リスクが大きい、こういう考え方をするんですよね。これは元 USJ の森岡さんが推奨している考え方なんですけども、例えば大阪から東京ディズニーランドに行きますと、目的地はディズニーランドですね、戦略はディズニーランドに行くにもかかわらず、戦術がどうか、大阪は飛行機に飛びます、これはもういい戦術なんですけども、自転車で行きますとなったら戦術が悪い。2番目というのは、向かってる方向は正しいんだけども行き方が悪いであるならば、戦術を変えればいいんですよね。あ、東京に向かってたけどもこれ違うやり方の方がいいやということで、やり方を変えればいいんですけども、戦略が悪いというのは、東京に向かうはずなのになぜか台湾に行ってしまってる、その時に戦術が悪ければ、自転車で向かってたらですね、あ、いけないいけない、全然違ってたということで修正できる。ですけども、飛行機で飛んじゃってたとなっていくと取り返しがつかなくなっていく。だから戦略が悪くて戦術が素晴らしいというのが最悪なんだ。つまりですね、対策というのは戦術ですよね。やり方、このやり方に対して秒で動くことは大切なんですけども、そもそもの自分たちはどこに現状にいて、どこに向かっていて、あるべき姿は何で、その問題点の中で優先順位高い課題は何なのか、このセンターピンというのがまさに戦略ですよね。どういう方向に向かっていくのか、この戦略が明確な中で戦術を入れ替えていくというのは秒で動いていく、これはまさにそうなんですけども、戦略が明確になってはいない、もしくは戦略に反する行為なのにもかかわらず、いい戦術だからといって取り組んでいると非常に危険なことになってしまう。言い換えると、秒で動けない人はどんな状態になるかというと、課題の明確化ができていない人が秒で動けない人たちだということですね。秒で動けない皆さんは現状把握が甘いんです。あるべき姿の提示が甘いんです。問題の抽出が甘いんです。優先順位の絞り込み、つまり課題の抽出が甘いんです。そこが甘いにもかかわらず対策だけ考える、その対策に飛びつこうとする、そこで秒で動いていくと戦略が違うのに戦術にはまってしまう、そんなことに陥るリスクがあるということですよね。さあ、推奨ワークということで、今回の学びをどう生かすか3点でお伝えしたいと思います。まず、私たちは現状把握、そして課題抽出の精度を増す必要があります。今私たちはどんな現状なんでしょうか、どんなあるべき姿を目指しているんでしょうか、どんな問題に直面しているんでしょうか、その上で私たちの課題は何なのか、ここを徹底的に明確にしていく、どの方向に向かうのか、どんな戦略なのか、その戦略を明確にしていない限り秒で動くことはできないですし、それはむしろリスクなんだ。戦略が明確にできたら秒で動く構えをしましょう。私はですね、構えというのは非常に大事だと思うんですね。合気道とか剣道とか構えをしますよね。構えというのは、いつ相手から攻撃されてもいいように構えをしておく、その準備をし、すぐ行動に移せるようにする、それが構えですよね。秒で動けないということは構えが悪いんだ。じゃあどんな構えかというとですね、現状の認識が変わるような情報、あるべき姿、目指す方向性が変わるような情報、新たな対策ですとか、より成果の出る方法を発見するための情報、こういう情報があれば即座にそれを取り入れて判断を変えないといけない。現状の情報が変われば問題が変わりますよね。つまり課題が変わってくる。あるべき姿、目指す方向がこっちがいいと思ってたけども、実はそれはあまりいい方向性はなかった、そんなことが分かったら、当然現状とあるべき姿のギャップが変わってきますから、問題が変わってきて課題も変わるわけですから、現状の情報、あるべき姿の情報、そして対策に対する情報、他社でこんなうまくいってることがあるよ、こんなやり方がうまくいくんじゃないか、
そういう情報が見つかったら瞬時にそれを取り入れて自分の課題感覚を見直していく、対策のスピードを上げていく。そして4つ目はですね、1,2,3 のようなですね、そういった情報や発見が見つかりそうであればその出会いの場に行くとか、そういう情報を集めるといったような、そういったアンテナを立てるのも構えの一つだと思います。秒で動くには構えが必要、そんな風に捉えてみてください。さあ、まとめということでこの言葉で締めたいと思います。構えておき、秒で動け。結論として、秒で動く、すごく大事なことだと思います。秒で動けないとしたら構えが悪いんだ。自分の課題を明確にしておく、自分の戦略を見えるようにしておく。その上で情報が変わったらすぐ入れ替える、対策が見つかったらすぐ動く、秒で動けるようにする、そのための構え。そうすると皆さんはこのスピード社会の中で秒で動くという力を身につけられるのではないでしょうか。皆さんの組織の悩みは一つでも解消することを祈っています。高社長のチームリー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。